玉川徹氏が語る早田ひなの銅メダルと日本の賞賛文化。玉川徹氏が和取新一モーニングショーで左腕を痛めながら銅メダルを獲得した早田ひな選手について、無理をさせることのリスクを指摘し、合理的な判断の重要性を強調しました。みんなの反応。オリンピックは卓球の最高の舞台で、メダルを得ることがステータスです。早田選手の気持ちは分かりますが、日本女子の選手層が厚く、次のオリンピックに出られるかも分かりません。団体戦も銀メダル以上の可能性が高く、より良いメダルを目指すのは当然です。だからこそ無理をしたんでしょう。怪我をしてもメダリストになったことは賞賛に値し、痛みに耐えたのは人生をかけているからで、その思いへの反響が大きくなるのは自然なことです。何年も努力してきた人の判断は尊重されるべきです。怪我をして出場したから立派なのではなく、限界に挑戦して勝ったから立派なんです。こういう意見はアスリートやチームに水を差すことが心配です。我々は彼らの判断を尊重し、応援すればいいと思います。ハンデキャップを持つ人が頑張る姿は感動的だよね。アメリカでもガンを克服してツール・ド・フランスで優勝したり、片腕の投手がヤンキースのエースになったり、高齢の選手が再起して世界チャンピオンになったりして、国民の英雄になったんだ。早田選手はオリンピアンで、大人として自分で考えた結果だから意見はない。頑張ってほしいだけ。怪我で敗退したら批判も覚悟してると思うし、そんな彼にリスペクトします。平野と張本をシングルス、張本樹はラグビーをダブルスに使うのが強いと思う。早田の怪我もあるし、無理させない方がいいかも。コーチ陣がその選択を伝えるのもありだよね。報道を見てるけど、特に称賛する部分はないと思う。個人の自由だけど、どこをどう見れば称賛してるのかは受け止め方次第。コメンテーターが何でもケチをつけるのは仕事かもしれないけど、やめた方がいい。メダルを取るまでの努力や怪我の事実を報道してるだけで、素晴らしい活躍の上げ足を取るのは避けるべきだよ。団体戦は木原でもいいかも。ダブルスは木原張本の方が期待できる。早田は痛み止めが切れた後激痛だったかも。次の五輪も狙えるから、今後のキャリアも考えて判断してほしい。3位決定戦だから、できる限りの処置をして出場したいのは当然だよね。24時間前までに選手を変更できるなら、早田を治療に専念させて木原を起用するのがいいと思う。木原も実力あるし、信じて使ってほしい。でも急いで記事をアップすると選手の名前を間違えることもあるんだね。早田が無理して出るのは気持ちの問題だと思う。本当に無理ならリザーブの選手を出すべきだし、その選手にも良い経験になる。早田はバルセロナ五輪を目指すべきで、今回は個人で銅メダルを取ったから団体に出れなくても誰も責めない。むしろ称賛とねぎらいの言葉がかかるはず。無理はしてほしくないね。玉川氏の発言は一見正論に見えるけど、裏があるんじゃないかと感じる。彼は日本の活躍を心よく思ってないのかも。オリンピック否定や商業スポーツ批判など独特な考え方があるからね。でも今は縮小ムードだから、局的には逆張りできずに抑えた表現をしてるのかな。昔から痛みに耐えて頑張ることが称賛され、美談にされることが多いです。特にスポーツでは、柔道の山下選手とエジプトのラシュワン選手がその例です。山下選手は準決勝で足を痛め、ラシュワン選手はその弱点を攻めませんでした。当時は感動しましたが、今ならドクターストップがかかるでしょう。日本人はスポーツにおいて痛みに耐えることを求めがちですが、本当に痛みがひどいならやめるべきです。選手生命を脅かす怪我につながる可能性があります。選手は勝ちたい気持ちが強いので、冷静に判断するのはコーチやスタッフの役目です。体を壊して選手生命が絶たれたら、誰が保証してくれるのか疑問です。メダルを取るかどうかで帰りの飛行機がエコノミーになるなんて、国の代表として頑張っているのだから、もっと国費でサポートしてほしいです。日本のスポーツ界全体に言えることですが、練習ばかりさせてケアを怠るから試合中に体を痛めるんです。指導者は選手に適切なケアを徹底させないと、体の故障につながり、スポーツが健康に良くないと見抜かれてしまいます。スポーツは楽しんでやることが大切です。確かに心配はあるけど、海外の選手も同じようなことしてるよ。例えばウサイン・ボルト選手、彼は背骨に障害があって、太ももに怪我しやすい体質で、いつも痛み止めを注入してたって話だよね。他国でも金メダルに近い選手はオーバーワークで怪我することが多い。でもチャンスを逃したくないからやるんだよね。日本だけの話じゃないんだ。
五輪はそれだけの価値があるんだと思う。でもこれからの団体戦、どうするんだろうね。私たちは応援するしかないよね。多少無理してでも本人は絶対に出場したかったと思う。同世代の伊藤や平野がメダルを取る姿をリザーブとして見るしかなかったけど、自力でシングルス出場権を掴んだ。メダルを取るチャンスが目の前にある今、アスリートは全力を尽くすだろう。4年後もまた死ぬ気で挑まなきゃならない。伊藤を見ても、代表レースは本大会以上に過酷で辛いと感じる。早田選手は前回の東京五輪ではリザーブで、次回五輪も出られる保証はない。桜木花道の俺は今なんだよの心境で、選手生命に影響が出ても後悔しないようにバリ五輪に挑み、怪我と向き合って銅メダルを獲得した。自分も感動したし、称賛されるのは当然だと思う。最終的には自己責任で決めるんですか？無理して後遺症が残ってもコーチや監督には責任がないんですか？日本人は精神論でしか話さないから、選手はドクターストップがかからない限り辛くても頑張ってる気がします。怪我をしての出場は好ましくないし、韓国の選手の銅メダルを奪ってしまったのもやるせない気持ちになるよね。でも頑張ったことを称えるのが良いと思う。シングルスは大体できないけど、団体戦で萩原さんに変わった方が良いかも。早田さんはまだ長い選手生活があるし、次の五輪も狙えるから無理はしない方がいいと思うよ。アスリートは痛み止めを避けることが多いんだ。痛みには理由があって、無理に抑えると患部をさらに悪化させる危険があるからね。コーチは選手が希望しても断念させる役目を持ってる。自分ならリザーブに代わってもらって経験を積んでもらうかな。初戦は早田選手を休ませて、木原美優選手と張本美和選手のダブルスが良いと思います。シングルスも3人で勝てるはずです。印象深いのは、あのお相撲さんの痛みに耐えてよく頑張った、感動したって言葉だね。日本はそういうとこあると思う。あのお相撲さんはそれで終わった感じがする。ドーピング検査に引っかからない薬は効き目が弱いって聞くし、団体戦で使えるかどうか疑問だね。早田選手を使って結果が悪ければ何のためのリザーブって意見が出るし、早田選手も異変を言えなくなりそう。合理的にリザーブの選手を使って早田選手が応援に回った方がチームがまとまりそうだね。シングルスの準決勝やメダル決定戦は早田が出るべきだけど、団体戦の序盤や準決勝まではリザーブメンバーに任せてもいい。メダルが目標なら準々決勝や準決勝で出てもいいけど、そこで消耗すると中国には勝てない。金メダルを狙うなら中国以外は他のメンバーに任せるべき。日本では痛みに耐えて頑張ることが称賛されるけど、痛みには理由がある。無理をさせていないかと考える。選手は怪我をしてでも試合に出るために日々練習していて、怪我のない状態で大型大会に参加するのは難しい。卓球などの競技ではオリンピックが最大の大会で、サッカーなど他の競技にはメインの大会があり、年齢枠もある。競技によって金メダルやメダリスト、参加選手の差は大きい。選手生命や余生を気にしてメダル争いできる競技はほぼない。応援が選手の活力になり結果につながることを願うのは悪いことではない。価値観や目線の違いがある。選手が痛み止めを打ってでも出たい気持ちは理解できるし、コーチやスタッフも止めるのは難しいよね。玉川氏はスポーツ経験が少ないから、その気持ちはわからないんじゃないかな。運動音痴には理解できないことを言ってほしくないよ。怪我をした選手が出場を希望してリスクを了承した上で出場したなら、その結果がどうであれそれでよかったと思う。玉川氏が選手なら出場しないというなら、それはそれで良い。出場して選手生命を奪われても悔いはないのだろう。今回の結果が良かったから言うわけではなく、早田選手の怪我の影響はもっと時間が経たないとわからない。これからの団体戦では矢田選手が出場するかどうかも注目したい。銅メダルは立派だけど、後遺症や今後の競技生活が心配。リスクを背負ってのメダルを称賛するのは怖い。痛みの中出場するのも辞退するのも勇気がいる。早田さんが痛み止めを打ってでも出ると決めた以上、他人がとやかく言うことじゃない。選手生命が終わってもそれは本人の決断。痛みに耐えて頑張った早田さんは素晴らしい。他人の余計な意見は無視して早く回復して次の試合にベストな状態で参加してください。感激しました。オリンピックは4年に一度の大きなスポーツイベントだよね。早田選手の年齢からすると次の大会もあるかもしれないけど、同い年の伊藤美誠選手を見れば分かる通り、次のオリンピックに確実に出場できる保証はないんだ。だから医師やコーチ本人の意思で決めるべきだと思う。個人戦は本人が棄権したら終わりだし、団体戦でも本人の意思や医師の診断、コーチの判断が大事だよね。
早田選手は伊藤美誠や平野美宇に遅れて頭角を現してきたから、やっと追いつけた気持ちが大きいと思う。大舞台に出たい彼女の気持ちも大事だし、部外者がどうこう言える立場じゃないと思うよ。伊藤選手が落選し、早田選手がエースに、選手層の厚さと危機感が卓球女子のレベルを上げてる。オリンピックは中学や高校のスポーツとは全然違う。4年に一度の大舞台で出場できるかどうか、メダルをかけた試合に臨めるかどうかがかかってる。次のオリンピックを目指すとか、金メダルを狙うとか言うけど、4年後には新しい選手が出てくるから確実じゃない。将来が不確かでも、出場できるなら怪我しても挑む選手が多い。そんな選手の気持ちを理解できないのはちょっと情けないよね。人それぞれ考え方は違うけど、メディアでの発言は気をつけないとね。俺はスポーツマンじゃないからわからないけど、オリンピック選手は腕がちぎれようが最後までやりたいと思うよ。コーチも止めるか迷ったって言ってたし、試合で悪化して選手生命が奪われるかもしれないけど、本人もわかってるけどやりたいんじゃないかな。途中棄権してでも出たいよね。俺は素直に頑張ったなって言ってあげたいな。ドライヤーも持てない選手がラケットを持つのは無謀だよ。自分がどうなってもっていうのは戦時中の特攻隊みたいな精神だよね。今の時代は国やオリンピックのためより自分を守ることが大事だよ。早田選手には最悪の事態を避けてほしいし、痛みをこたえて戦うことを誰も望んでない。オリンピックよりも早田選手自身が大事だよ。選手の判断は本人とトレーナーに任せるべきで、次のオリンピックでの保証はないから無理をしてでも挑戦するんだと思う。どの国でもリスペクトは大事。問題は棄権した選手の誹謗中傷で、玉川氏の影響で視聴者が真似ているのではないかと感じる。怪我してるのに無理に出すのは違うし、悪化するから周りが止めるべき。でも最終的に出るかどうかは選手本人の判断だよね。一流のアスリートが常に万全の状態だと思うのは間違いで、痛みを抱えていることが多いんだよね。痛みに耐えることを根性論と批判するのはわかるけど、玉川氏は自分の所属していた朝日新聞が主催する夏の甲子園について厳しく指摘してきたのかな。最近の酷暑の中で開催して美談として報道してきたけど、それこそ選手ファーストじゃないよね。甲子園では死亡者は出てないけど、地方予選では熱中症で死者が出てるんだよ。こういう二枚舌だから市長に信用性がないんだよ。挑戦する心が何に支えられているのか気になるんだ。背筋主義や勝利至上主義ならがっかりだけど、国旗精神なら尊重して見習いたいと思うよ。怪我をしても出場する美徳を強要していないかという話だね。そういうバイアスをかけないよう注意が必要だけど、本人が出退なら自己責任で自由に任せるべきだと思う。オリンピック選手は極限のトレーニングをしているから、本番で戦わない選択肢はないんだろうね。コーチも止めるのは難しい。特別な身体と精神力が必要で、凡人には理解できない。関係者以外は選手を称賛しリスペクトするしかない。アスリートが怪我を抱えながら競技に取り組むのは日本だけでなく海外でも同じです。怪我をして競技に挑む選手も称賛されています。玉川の意見は日本に限っており、海外の選手にも目を向けるべきだと思います。最近の日本の若者はやりがい搾取とか言って頑張ることを嫌がる風潮があるよね。昔の一生懸命さがなくなってきてる気がするんだ。確かに心を救う面もあるけど、ストイックさを減らしすぎると良くないと思う。今コンビニや飲食店で働いてる外国人の若者たちはすごく素直で一生懸命で勤勉だし、笑顔もある。彼らは母国語だけじゃなくて英語や日本語も話せるし、母国で大学を出てる子も多いから日本で出世する可能性も高い。日本の若者もストイックさを悪いものと決めつけずに、もう少し頑張る姿勢を持ってほしいな。現代の日本では痛みに耐えて頑張ることが必ずしも主流の価値観とは言えない。無理をしすぎると選手の将来のパフォーマンスに影響するので良くないが、五輪のような大きな大会では選手が無理をしてでも出場したいと思うのも理解できる。早田選手もシングルにエントリーしていたので、出場するか棄権するかの選択だった。コーチやスタッフもそのあたりを考慮して判断したはずだ。早田選手のメダル獲得が称賛されているのは、怪我を我慢して勝利したからではなく、後悔なく試合に臨んで結果が勝利だったからだ。敗戦でも後悔がなければそれが良かったとみんな感じたと思う。選手としては今が大事だけど、無理はしないでほしい。将来を考えて欠場を決めたら本人の気持ちはどうなんだろうね。玉川さんと意見があったよ。早田さんの気持ちはわかるけど、木原さんに譲って支援するのもありだね。早田選手が自分で出場を決めたことを称えたいし、
怪我を早く治して頑張ってほしい。玉川さんの意見もわかるけど、その場にいなかったから言わなくてもいいと思う。早田選手はシングルのオリンピックメダルを狙って出たかったと思う。団体戦はリザーバーがいるから無理しなくてもいいけど、個人的には出てほしいな。この男、何言ってんの？笑い応援する人が称賛するから無理してやってるんじゃなくて、自分で納得のいく結果にしたいからやってるんだよ。体の状態はコーチやスタッフと冷静に判断するけど、代表選考を勝ち抜いた人が決めたことに外野が口出しする必要はないよ。日本人は美談に従る傾向があるよね。根性論がまだ残ってる感じ。早田選手はオリンピックに全力を注いでるみたいだけど、本人の意思を尊重するなら心配いらないのかも。でも将来のことを考えると、ドクターの意見をちゃんと聞くべきだと思うよ。痛み止めは治療じゃないから怪我が悪化するかも。でもオリンピックでメダルを取るために頑張ってきたし、今がそのチャンス。自分のアスリート人生をかける価値がある舞台だと思う。玉川氏はスポーツに興味がないと言っているのに、浅い知識で間違ったコメントを全国に発信するのはやめてほしいです。この試合は個人戦でリザーブはなく、怪我で試合をやめれば危険になります。個人戦と団体戦のルールも理解していない人が全国放送で話すのは問題です。選手たちに失礼な番組です。早田ひな選手がメダルを取ったのは素晴らしいけど、玉川氏の意見も理解できる。もし早田選手が団体戦に出られなくなったら、平野やはり元選手はどう思うんだろう。3人で中国を倒す目標があったからね。リザーブの木原選手もいるけど、早田選手は日本のエースだから。今の選手たちは個人戦ばかり考えてるのかな。それはちょっと残念だな。選手が怪我や治療について話してるからメディアが報道するのは仕方ないよね。テーピングで怪我はわかるけど、競技中に選手とコーチがコンディションを話すのはどうかな。自己犠牲の美談は苦手だけど、メディアは好きだよね。みんなの反応としては、早田選手の努力と痛みに耐えた姿勢を称賛する意見が多いです。しかし少数意見としては、無理をさせることのリスクや合理的な判断の重要性を強調する声もあります。当チャンネルの意見として、玉川徹氏の指摘は一理あると考えます。選手の健康を最優先にし、無理をさせないことが重要です。しかし早田選手の努力と決断も尊重し、応援したいと思います。